本町、ねこの時間からはおなじみのチームキャラクターマリノスくん、マリノスくん、そしてマリン、あ、ここいた、はい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 、ね、ありがとうありがとう、はい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 、立て付け大丈夫かなこれやめなさいよ、突然どんどんすんのやめなさいよ、びっくりしたじゃんいやいや、やめなさいよそんな絡みはいいよ、はい、ということでございまして、ね、キャラクターがたくさん出てきてくれましたけど、ここで私の最近の相棒になりつつありますMC ハットさん、こんにちは、MC ハット、いや、結構役割つきました。この間そうです、ね、見てる方もいますし、知らない方もいっぱいいるので、こいつ誰だっていう感じがあるので、はい、あ、自己紹介します、はい、あの服部です、あのキャラクター、うちのキャラクターカモメで鳥なので、鳥語がわかる服部ということで、はい、MC 役やらせてもらいます、お願いします、はい、よろしくお願いしますそっか、服部の鳥なのねはいはい、そして、ありがとうございます、横浜 DeNA ベイスターズよりバートバート、そしてジャピー、へい、はい、そしてビーコルセアーズからはコルス、はい、コルス、なんかちょっともうちょっとガーッと盛り上げたいでしょね、わ、うん、ね、じゃあもう一回、もう一回行くよ、あ、向こう向いて、はい、向こう向いて、はい、コルス、意外にフットワークが軽いというねはい、ありがとうございます、そして、グリッツからはグルーガー、いつも寒いところにいるんで、ね、今日ちょっと溶けないね、溶けないようにねいつもね、アイス、ね、このアイススケート場っていうのはアイスホッケーのね、うん、あのいるからね、はい、ということでございましてね、暑い中でございますけども、マスコットの両側には各チームのチアもいますね、はい、ありがとうございます、ね、先ほども素晴らしいパフォーマンスを見せてくれました、チアの皆さん、さすがアイラブ横浜マッチといった感じの、満載でございますけども、なかなかこれだけのメンバー集まらないし、今ね、あの写真撮ってられますけども、こういう形の写真はなかなかないですよね、ということで多分ね、僕とね、そうなんです、あの服部さんね、多分ね、今どけっていう空気感が出てるんだけど、いやいや、みんなでこっち向くなよ、何にも前サービスさ、マリノスケ、前そういう絡み台本に書いてないから頼むよ、ね、はい、ということでございまして、これからの時間はね、多種目チームキャラクターチャレンジと題しまして、楽しい時間を過ごせればと思っております。さあ、皆様何やるのって感じでいると思いますけどもね、ご説明させていただきます、チャレンジメニューが2種類ございます、服部さん、はい、ね、そして1つ目がボッチャ、ボッチャ、はい、皆さん分かりますかね、ボッチャ、ボッチャ分かりますか、ボッチャ分かりますかね、はい、はい、そして、2種目目がジェスチャーリレーゲームでございます、はい、そうです、ジェスチャー、はい、ジェスチャーでいろいろとやっていく、ね、はい、はい、ということで、まずボッチャから行ってみたいと思うんですけども、ボッチャ知らないという方みんな知ってますかね、あ、知らない、はい、じゃあ知らない方が1名、2名、3名いらっしゃるので、はい、その3名の方のために、私説明させていただきますけどもはい、ボッチャはね、年齢や性別、国籍、障害の有無に関わらず、全ての人が一緒に楽しめる競技としてパラリンピックの正式種目でも、あることから、最近話題になっているので、ご存知の方も多いかと思います、正式なルールもちゃんとあるんですけども、今日はマスコットキャラクターも初めてということもありますので、ちょっとルール変更をさせていただきたいと思います、まともなルールも知らないのにルール変更と言われましたが、そうなんですよ、はい簡単に言いますと、的になる球、白い球、ね、それをジャックボールと言います、ね、そのジャックボール、をまず投げます、投げたところから、みんなに、そう、赤と青の球がありますけども、よりその白球に近づけて落とせるかどうかと、ね、当然、これはね、敵味方でちょっと今日やろうかなと思ってるんですけど、ね、そうですね、はい、今日は対戦でいきましょう、ね、はい、ということでございまして、今日はね、
2チーム、マリノスケチーム、そしてマリンチームに分かれて、勝敗を競いたいと、そんな感じでございます。マリノスケチームはマリノスケ、バート&チャビー、はい、バートン・チャビー、マリノスケのチームです。はい、いいですか。そして、マリンチームはマリン、コルス、グルーガ、ね、こんな感じでいきたいと思います。そして我らがマリノス君にはジャックボールのスローインと厳正なる審査をお願いしたいと思います。審査じゃない、審判ですね。はい、お願いしたいと思います。じゃあマリノス君よろしくお願いしますね。マリノス君の一投で全てが決まる。そうですね、じゃあマリノス君、おうおう、この黒い線ね、マリノス君、これマリノス君、この黒い線から、はい、マリノス君が白いこのジャックボールをどこかに、ね、投げますね。みんながそのキャラクター、他のキャラクターがそれをにどれだけ近づけるか、そうそう、近かった1個のボールのチームが勝ちという、はい、もうシンプルな、はい、シンプルです、はい、あんまりポーンってやらないですか。できるだけこの辺に、はい、できるだけ、喧嘩になっちゃうからね頼むよ。いや俺にくれなくていいよ、俺やんないんだからさあげるよ、こっちか、マリコロスリーはい、じゃあマリノス君行こうか。はいはいはい前を横切るというね、荒技に出ましたけども、あんまりびっくりしました。他のチームのキャラクターなんて僕怒ることできない。いやいや、それは私も一緒です、はい、そうですね、だから黙認しました今、そういう時はまあマリノス君かマリンをちょっと、はい、大丈夫、そうですね、はい、時間がないそうなんで行きましょうかはい、じゃあマリノス君行こうか、せーの、はい、投げよ、もう一回、もう一回、あ、気に食わなかったなあ、そう、大して変わらないような気持ちになりました。はい、じゃあ、はい、これでもう決まったので、ね、はい、ここから、はい、はい、それじゃあ、これからね、みんなに投げてもらいますけれども、一人一球でございますね、じゃあ順番言うよ、まず、はい、マリノスケ、はい、そして次がマリン、はい、続いてバート、続いてコルス、シャピー、クルーガー、はい、はい、この順番覚えた？みんな大丈夫？はいはいはい、今チームごとにあのテレコに分けたからね、はい、いいですか。はい、それでは、順番にいいよ、順番に、はい、一投してそのままにしておいてね、今度のボールはね、触らないでね、触らないでね、触らないで、はい、投げたボール触らないでくださいね。はい、じゃあ行ってみようか。はい、じゃあマリノスケ、お、たしなみに白いボール当てて動いたら白いボールはその動いたままなので、うん、ね、はいはい、ああ、このぐらいこのぐらい転がるといういいね、肩の落とし方がいいね。これあの白いボールを別のキャラクターが出て、はい、マリノスケのあれに近づくっていうパターンもあるんで、そのパターンもありですね、うん、なるほどなるほど、はい、はい、じゃあ続いてマリン行こうか。はい、じゃあマリン行こう。はい、マリノスケ触らないでよ、もう怒られてるやるマリン、めちゃめちゃコントロールいい、練習してきたのかっていうぐらい、ああ、それこそ練してきた、もしかして、はい、ここからか、はい、はい、そうですね、はい、はい、じゃあバートバート球が持てないあ、代わりに、あ、代わりに投げる、嫌な、代わりに、じゃあ代表してやってもらっていいですか。じゃあバートだと思って投げてください、はい、バートだと思って、はい、おお、ね、生身の人間がやるとあんな感じなんですね。キャラクターがやることないですけどね。めちゃくちゃ突っ込まれてるんだけど。今のところまだこれは、ね、今のところ赤が近いですかね。小芝居終わりました。はい、じゃあ続いてコールス。おさあ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 。お、なんかいい、みんななんかいろんなこと考えてるね。おお、惜しい。これ僕ても多分誰も食わねえよこれ。5点負けだぞこれ。
え、なにこれ、必ず小芝居することになってるそうだよ、はい、必ずやることになる。あ、わかりました、わかりました。はいはい、はい、コルスさん、ありがとう。はい、ありがとう、ね、あと1回あるからね。はい、そしてチャピー。チャピーチャピー、あれ、ちょっと待って、チャピー地面から入ってる。ああチャピー、大丈夫？びっくりしたよ、おそこで置物になっちゃったのと思って。さあ、ちょっと今、はい、赤が勝ってるね、青。じゃあチャピー頑張って。はい、チャピー行ってみようか。チャピーはモテるんだよ。あ、お、投げた。しかもサウスポー。惜しいですね、惜しい。ね、あ、戻ってきた。あ、戻ってきた。あれ、そういうのあり。戻ってきた、チャピー、ちょっと。あ、何も見てない、何も見てない。何も見てない、このまま行きましょう。はい、はい、じゃあ、クルーガー。クルーガー。それでもさっき言ったように、グルーガが白を当てて青の方に近づくと、はいはいはい、わからないですよ。はいはいはい。お、お、あい、お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 い。いいんじゃない？いいんじゃない？これ。これでみんな投げ終わりましたけど、はい。はい、でこれでもう一回、はい、もう一巡、そうですね、させていただきます。なので。ま、球をどんどんぶつけたりなんだりっていう作戦を立ててやっていただいて結構でございますので、はい、もう一回ずつ、じゃあチャンス、はい、うん、はい、じゃあ何持ってる、はい、はい、ね、なんかあれですね、あのイベント、こうやってゲームやってる時に音楽流れてないとシュールな絵ですね、これね、かなりね、なんかしらないね、え、ちょっと今日は書けないっていう話みたいな、はい、じゃあ行きましょうか。はい、行きましょうか。はい、じゃあもう一回回りのスケー、これで終わりというか、これ全員投げ終わったら終わりです。そうですね、はい、これで決着、はい、決着つくんで、はい、これでどっちの色の玉が近いかという、あー、ちょっと、あー、これ普段の行動にも現れてるな。ちょっとやりすぎちゃうんだよ、回りのスケーは。ちょっとだけやりすぎちゃう。ちょっとですね、あ、ちょっとじゃないって、かなりやりすぎる。いや、かましいわ。マリンのがすごいわ。はい、じゃあ続いてマリン。マリン。さあ、さっき一番当たってましたね。当たってましたね。はい。さあ、マリンコントロールいいからね。マリン。ああ、残念。ああ、ちょっと力んだね。いや、だからそんな落ち込むことじゃないっつ。落ち込まなくていいよ。はい。あ大きい。次、続いて、はいはい、ちょっと、待って、なんか小芝居見入っちゃうんだよ、俺。はいはい、じゃあ続いて、バート。ちょっと青、今、このままだと負けちゃうので。バートさん、バートさん、ボールがないです。あ、ボールがないです。あ、ここだよ、ここだよ。ボールは、あ、持ってんのね。こういうことをやるわけですね。ああ、なんか騙し討ちにあったよ。ちょっとディアナさんに助けてもらった。あ、なるほど。はいはいはい。はい、じゃあ行ってみよう。おお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 あれ、いいんじゃない。いや、さすがだ。あら、さすが。ちょっととんでもないとこ投げるのかと思ってたね。いや、ちょっとこう、いや、クールだったね、今ね。はい、じゃあ続いてはコルス。あ、これは一気に、さあ相手のに当てて動かすっていうのも手だからね。はい、じゃあ行ってみましょう。あー、あー、コルスさん、コルスさん、いや、走って逃げんじゃないよ。ね、ちょっとごめんって。ごめん、かわいい、かわいい、ね、かわいい謝り方。はい、じゃあ続いてチャピー。はい、さあ、じゃあ青はこれ、マリノスケチームは最後チャピー。はいはいはい。おっ、おっ、ああ、惜しい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 。はい、じゃあこれで青は、はい、終了。じゃあ最後、はい、ブルーガー、ブルーガー。さあ、どうなりますか。ほい、おおおおお、ちょっと待って、こういうことが、あのね、ボッチャって本当こういうことあるんですよ、最後の。あらららら、はい、それじゃあね、ちょっとまだでもマリノス君がこれでそうそうそう判定するんで、はいはいはい、ちょっ
近づいてくると危ないから。そんなにそんな近づいてくるとちょっと待ってバズさん、リクエスト聞こえない、映像ないです。ちょっと待ってください。VAR ないです。何もない。ないです。はい。じゃあ、マリノス君、じゃあ大丈夫ですかね。もう判定しましたか。じゃあ、いいの。じゃあ、VAR の結果大丈夫。VAR の結果、じゃあこれも、で、勝利のチームを挙げてもらいましょう。じゃあ。はい、それではマリノス君、どっちに勝ったでしょう。ちょっと待ってください。マリノスゲッタチーム。あ、そうだね。チームに分かれるか。はい。なんかちょっとマリンチームの方が結束が硬いという最初と 逆になってる。ああ、最初とポジション逆、マイナスか、それ今日あの違う、マリンチーム、うん、じゃあ、はい、マリノス君が上げた方が勝ちですから、もう、そうですね、誰も文句言えないです。マリノス君が上げた方が勝ちです。何があっても許してください、はい、さあ、それではマリノス君、どちらが勝ったでしょうか。ドン。おおい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 、場を荒らすんじゃないよ。何をやってるんだ。もうちょっと後でちょっと恐ろしいですね。恐ろしいですね。はい、ねということで、まあなので今マリノス君が今どっちチーム、赤、はい、マリンチーム、はい、じゃあマリンチームの勝利。バートさん、はい、勝利って言ってもあのまばらな拍手ありがとうございます。思いっきり拍手してあげてください。はい、ありがとうございます。はい、さあ次、はい、それでは2種目目、行ってみたいと思いますけどもね、今回は敵味方に分かれないで、今回はそうです、みんなで協力してみたいと思いますけどもね、はい、ジェスチャーリレーゲーム。大きいな。はい、ということでございまして、これからとあるお題を、そうですね、お題を、出して、まあ、あの完全にマリノス君以外のキャラクターに、まあ、ジェスチャーやってもらうお題を出しまして、でそれを順番に1キャラクターずつマリノス君に対してジェスチャーで教えていきます、全員で。マリノス君が最後6キャラクターのジェスチャーを見て最終的に何をやってたかを答えるという、鳥語で答える、そうです、鳥語で答える、で鳥が通訳する、はい、頼むよって言われました。あ、そうです、頼むよ、はい、そこは通訳じゃないです。はい、ということで、そのお題もね、皆様にお見せしなきゃいけない、はい、ということで、じゃあメグ、はい、あ、ちょっとマリノス君見ちゃいけない、マリノス、あ、振り向くな、マリノス君、もちろんマリノス君が見ちゃいけない、振り向いちゃいけない、はいはいはい、はい、いいよ。マリノス君はそう、絶対見ないでください、はい、マリノス君見た瞬間にもうこのゲーム成り立たないので、はいはい、今回のお題はこれです、はい、でもあのそう、皆さんももうこれあの分かった上で、はい、やりましょう。あ、皆さん喋らないでくださいよ。マリノス君に教えないでください、はい、よろしいでしょうか。はい、それではじゃあ最初はマリンから行こうかな。マリンさん許してあげなさいよ。マリンさん許してあげなさいよ。ステージ上がります。上がる。あ、ね、そう、ステージ上がってください。ステージ。うん。あ、ごめん。ね、こうなることは予測してました。はい、みんなどっか行っちゃうんじゃないかっていうね。はい。はい、それでは。マリンはお題分かってるね、大丈夫だね、はい、じゃあいいですかね、じゃあ、はい、じゃあマリノス君どうぞ、あの、はい、見てもらって、あ、そこでいいですか、はい、で、マリンがやるのを見て、何やってるか、おお、よっこいしょみたいな、おはい、おお、はい、はい、OK、はい、これはまあ答えね、分からないんで合ってるかどうかは違うんですけど、そうね、はいはい、はい、マリありがとう。あとお客さんのちょっと反応も見ながらマリですね、はい、じゃあ続いてはバート。
コルスクいっちゃった。あ、じゃあいいよ、コルスクでいいよ。いいよ、いいよ。いい、順番そんな大事じゃないから。コルスク、コルスク。いっちゃった。いっちゃった。バト、バト、あるよ、ある、ある。次、あるから。ある、ある。はい、それではある。赤ブカと一礼しました。コルスク、行ってみよう。おお。はい、ありがとう。マネスク、見てあげてください。最後ちょね、あの、意外にみんな体張れるっていう。はい、それじゃあ次バト、行くよ。バトさん。バト。はい、じゃあ行ってみよう。どうぞ。体張る。俺今マジで痙攣してるのかもしれない。はい、ありがとう、バート。マリノス君見てくれてた？大丈夫？オッケー。おいおい、だんだんみんなアクロバティになってるよ。ちょっとすごいな。はい、じゃあ続いてはチャピー。よし、頑張ってチャピー。チャピーここに乗れるのかって話。見てば、チャピーなんか見てば。はい、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 じゃあ行きましょうか。じゃあチャピー、チャピー行ってみようか。はい、じゃあお願いします。はい、ありがとう。だいぶトリッキーな動きをしましたね。はい、はい、そうですね。お、細かくいろいろね、はい、はい、なんか工夫してくれてる感じがいいですね。マリノス君見てくれた？OK。悩んでます、マリノス君、悩んでます。今ね、ちょっと悩み始めましたね、マリノス君。はいはいはい、ね、全てがそのお題に詰まってる。はい、じゃあ、グルーガよし、グルーガ頑張って。はい、それじゃあお願いします。はい、ありがとう、ありがとう。さあ、ますますなんだか分かんなくなってまいりました。すごい、尻尾の揺れ方が可愛かった。はい、マリノス君の答えが楽しみですね。はい、じゃあ最後にマリノス君も一緒に乗っちゃう。はい、じゃあマリノス君も一緒に乗っちゃってください。マリノス君も一緒に乗っちゃう。おお、さすが飛んだね、カモメ。はい、じゃあマリノス君、じゃあもうマリノス君にしっかり分かるようにアピールしてくださいね。はい、じゃあお願いします。なるほどね、なるほどね、なるほど。あ、でもあのピッチャーはちょっといろんな競技してるかもしれないね。はい、はい、さあ、それではマリノス君、答え出ましたか？それでは、トリゴでハットさんに答えを教えてください。はい、おおおおおおお、いやいや違うな。おおおお、いや違うな。とりあえずじゃあ答えを。おおおおおお、はい、教えてもらっていいですか？じゃあ、はい、ということでマリノス君の答えは柔道だそうです。正解。
い。いやいや、思った以上にみんなすごく良かったかなと思いますけど。いやいやいや、もうみんなねすごい頑張ってパフォーマンスしてくれたんでね。はい、それでは、はい、じゃあみんなありがとうね。はいはいはい、ジェスチャーゲームでした。はい、ありがとうございます。ね、ということでございまして、マリノス君、マリノスケ、そしてマリン、バート、コルス、チャピー、そしてグルーガ、ありがとうございました。ね、4キャラクターがね、あ、いやいや、4チームのキャラクターがね、頑張ってくれました。もう一度盛大な拍手お願いします。ありがとうございました。ありがとう。ね、こんな、ないですからね、バッチリ写真撮ってあげてくださいね。この間キャラクターデーでしたけど、今日がキャラクターデーみたいな感じだったんですか。どちらかというとそうですね。まあ、別に失敗はないですけどね。失敗ではないです。